はい、こんばんは。バッサンです、あ、こういうのを撮ってるんですよ、あの日記みたいに。気にしないでくださいね。なんだっけ、気にする、バッサンの居酒屋からこんばんはです。今日は僕のホームベース吉祥寺の、もう昔から仲間と一緒に、仲良くしてたサブライム北町店っていうのがあるんですけど、まあ、そこがですね、うわー、怖い、来た、うるさいね。まあ何を言うことで忘れる。でそこがですね、実は30日で閉めちゃうということで、今、今日が28日だからもう少しで閉めちゃうので、まあ、久々に、来ました。昔から、まあ、仲間とここで知り合って、バカ話して、で、まあ、裸では踊らなかったんですけど、まあ、いろいろね、仲間ができました。そういったところに久しぶりに来てます。俺、タクちゃん、こんばんは。こんばんは。タクちゃんってね、飲めない、こいつ飲めないのに、こんなの陽気で、ジャスミンちゃん、ジャスミンちゃん。まあ、元なんだっけ、あれ、格闘家、格闘家、そう見えないでしょ、なんかね、という、まあ、いろいろこう仲間がね、いっぱいいて、ひとみちゃんはやっぱりね、やっぱりここのマドンナです。ね、ひとみちゃんで、ね、サーファー、ね、いつか一緒にサーフィンしたいなって思って、あれは、まあ、マドンナです。この2人が、ね、地球を輝かしてくれる、このね、もうこの地球を輝かしてくれる、この僕の大好きな、どこ行った、僕のこの普通、地球を輝かす。真面目に仕事しろ。というね、本当こんなところでね、もう本当に僕は癒されています。いや本当に、そうそう、僕の本にもね、この2人は輝かすということで載ってるんですけど、今ね思ったね、載せて失敗したなと思うんですよね。いや僕はね、でもね、ここマラソンの練習のために前をよく通って、そこで手を振るって、店には入んないんだけど、手を振ってよく手を張ったり、給水所ですね、給水所でね、水を飲んだり、まあ金にならない客でね、だったんですけど、まあ、本当ね、亡くなってしまうのは寂しいですが、まあ、こういったね、仲間と知り合ういい素晴らしい場所、思い出の場所があったということで、楽しい、最後ね、懐かしく楽しんでますということで。まあ、ひとみちゃんだけはいいよ。皆さん、ありがとう。ひとみちゃんだけ映してる。じゃあそういうことで、またさよなら。